はい、今回の動画はですね、こちらです。バタデンクッキーのね、チョコ味をね、今回試食していきたいと思います。まずここ、ですね、これ多分オリジナルクッキーなんですよね。はい。バタデン会社の。で、こちらはですね、多分一番古い車両です。はい。はい、そういう感じですね。昔はね、なんかほら、ここにも書いてある通り、昔はですね、なんか手で開けられとったんですよ。はい。まあ、そういう感じです。昔はなんか手動で、しか開け、なんか手動で開けられたんですけど、現在はですね、もう、多分全部自動になってます。はい、という感じですね。というわけで開封していきたいと思います。はい、中身はですね、こういう感じになっております。はい。うわ、すげえカラーじゃね。ちょっと電気をつける。電気をつけますけど、こういう感じでカラーですね。はい。というわけで開封して食べていきたいと思います。なんか53って書いてありますね。これ多分、なんだろう。多分番号ですね。車両の番号です。というわけで試食します。いただきます。なんか、まあ、結構味はですね、結構美味しいんですけど、なんかちょっとパリパリじゃなくて、ちょっとサクサクしてから、ちょっとこれ喉が渇きますね。ということなんでね、まあ、帰りに、スーパーで、こちら、こちら多分、ファンタ買ってきました。まあね、これちょっと飲んで、飲みながら。いや、俺なんかジュースだったらね、あんまりね、なんか喉がね、あんまりそんな潤わんって言いますからね。はい。こういう感じです。というわけでですね、今回の動画はですね、バタデンクッキーを、試食してみたっていう動画でした。それでは以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。